ヘアサロン、コモリ。シャキーン。あれ？お願いしまーす。あれ？なんか待ってない。お願い。どうぞ。インスタはいいよね。滑るのに。はい。滑りは滑るほどそう。いいから。ここからよっしゃ。さあ始まりました、ヘアサロン小森、美容師芸人の小森ジェルソンです。シャキーン。本日のお客様、どうぞお名前を。どうも、ヤスです。はい、言ってしまいました。自分でやってます。ヤスさんの名前は極力少なくするって今日目標じゃないですか。はい、言ってます。今日2回目なんですよね。2回目で、前回1回目来てもらった時、ヤスさんの話ばっかりしちゃったんで、うん、その上げてもらった時に告知ができなかった。自業自得ですよ、はい、だから今回は、はい、やっぱリツイートして広げたいじゃん。50億円周りとかにもやっぱりいっぱい知ってもらいたい、はい、ぜひそうしたい。吉本とかに、はい、だからその長雨やめ、自分でリツイートできないこと言っちゃうからのはやめよう。はい、ヤスさんの話はやめます。はい、逆にヤスさんのいいとこなら全然いいから、その、あ、なるほど、なんかいじってるみたいになっちゃったから。確かにいいところを話してたら全然逆に。そういう楽しいところ、あの芸人のここおもろいねんとか、ね、はい、ここすごいわみたいなのをちょっとしてってくれたらいいかな。はい、自撮りがうまい。いやいや、まだ早い。そんなもうヤスさんの方に走って、そこ広がってるから。ヤスさんがちょっとヤスさん控えめでいきます。今回もうジャカッとしていきます。お願いします。今なんとブルーブラックにカットスタートするっていう。今日いけます、ブルーブラック。はい、今が、はい、まあ、ほぼ黒なんで、はい、これをブルーブラックにして、はい、まあ、同じような感じになります。ああ、最高っす。同じような色で、はい、今とお任せください。じゃあ、そう、前回はブルーブラックをそう忘れて、そうそうそう、小森さんが忘れてっていうか、その、まあまあまあ、そんなやる、ガチでやるのかなって分かんなかったから、はい、しかも極端に短くされて極端じゃなくて、まあ確かに短いは、じゃあまあまあ認めてみる。極端っていうのはそれもう考え方の違いだから。極端に思考の外にある短さでしたね。あれ、じゃあもう全然あれは短すぎたってことね。もうちょっと長めでと。今回は全然またお任せしますけど、うん、夏なんで、うん、ちょっと短めに。スッキリしちゃっていいですか。はい、スッキリめにお願いします。前回と同じぐらい、もしくはもうちょっと。まあ気持ち軽くてもいいみたいな。どれか、まあそうっすね、了解です。はい、それでお願いします。さっぱりめで。はい、さっぱりめでお願いします。夏仕様。やっぱ他のさ、お店とカットした後どうだった、はい、ちょっと違ったでしょ、仕上がり。ああ、もうほんとこんなに短くされたのは初めてだったんで。え、学生時代なかったですもん、部活とかで。あんのぐらいあるし、ね、いや、びっくりしました。いや、でも坊主とかにしてた時期ももちろんありましたけど、うん、でもこん、あっこまで短くされたのは初めてですね。でもよかった、普通にめっちゃ良かったっす。次、まあまあ、正直そのなんていうんですか、友達、学生時代の友達が美容師の見習いみたいな、してて切ってもらったりした時って、まあやっぱりその普段行ってるとこよりはちょっと満足感若干少なめみたいな。まあまあまあ、まあそれしょうがないというか、その今いつも分かってないもんね、その自分の感じとかを、はい、だからまあそう、その覚悟だったんですけど、そうね、美容師も最初はそうだしね、はい、分かんないから、お客さんの髪質とか。ただそれが、うん、良かったです、その、そういうの全くなく、その一発で自分の好みの、はい、もう小森ギャルソンにずっと切ってもらいたいって思いました。見なされてるみたいな感じがすごい。吉本にも進出していきたいって言ってたじゃないですか。そう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 、このチャンネルを。だからその神保町の先輩とかにもどんどん広めていいんですか。いいよいいよ。じゃあちょっとヤスさん、うん、ぜひ来てください。ヤスさんも最後やろ、ここまで来てるね。最後ね、ラスボスか。ラスボス。うちは運気上がるから、開運カット。開運カットなんですか。そうだよ。え、それは何か。去年だってガクさんとかもさ、決勝行ったし、はいはいはい、R1 とかもね、高田ポルコとか土屋とかも、ああ、ここやる前は全然あれ、あ、そうなんですか。ヤクサトダンス急に、へえー、
一般の人ももうみんななんか大学受かったとか、はい、彼氏できましたとか。マジっすか。うん、宝くじ当たったとか。ま、え、マジ、うん、宝くじ買おうかな、このオートレースの大会で優勝したとか、はい、え、マジっすか。フルートの大会で金賞取りました。幅広。ピノハート4個入ってましたとか。ハート4個入ってた。うん、ピノがハートラッキー1個でもすごいのに。すごいね。ピノのちっちゃいそのフォーク、ナイフ、フォークみたいなの入ってませんでしたとか。マイナスじゃないですか。だから珍しい。珍しいこと。そんなこと起きることないから。それではマイナスの可能性もあるってことですね。まあマイナス、結果マイナスだけど。M1 でセンターマイク用意されてなかったり。サイドマイクになってましたっていう例も。例もある？例もあるんすか。ダメっすよ、じゃあ。開運カット。ぜひぜひ。さ、みんなやりすぎるとね、もう吉本のレベルがすごい。でもさっきなんか、人力車みんなやってるみたいな。人力車もみんなやってる。じゃあ人力車の人みんな売れたんですか、やっぱ。まあ、売れたね。売れたっていうか、まあいいことが起こってる。ああ、例えば。例えば、やっぱり、ガクさんが M1 だったし。はい。うん、いろいろあったね。だけだけっぽいな。人力車、人力車の人は結構じゃあ来てるんですか。 そうね。竹内ずさん、あ、竹内ずもまあやったことあるし。あ、そう。ジャンクさんとかも、うん、ジャンクもまあ、うん、後輩だし。やってねえじゃねえ、後輩だしって。全然。嬉しいな。それこそね、TP、はい、高橋さんも、はい、ね、ああ、はい、テレ朝を、はい、解雇。そうですね。首、首になりましたね。首じゃないです。自分で辞めてね、はい、社長になって、はい、なんか連絡はした？あ、でもそっから一回なんか仕事。え、あ、そうか、なんかロケみたいなやってたか。それ神保町でやって、あれはもうフリーのやつなんだ。そうです、そうです。新しく始めた、テレ朝関係なく始めた金属さんの YouTube。 金属さんのやつの方で出たんだ。そうですね。全然コモリギャルソンは無視されてるかなとか。あれ、金属バトモーマンタイでコモリギャルソンがいないやつ。そういうことも出てない。もうフリーになったってことはね、もう何でもできるってことですね。そうっすね。今までテレ朝にやっぱコモリギャルソンは止められてただろうけど。で、何もしてない。フリーならね、呼べるはずなのに。これでやっとコモリギャルソンの企画を通せるもんね、自分でやれるから。確かに。それで呼ばないってことは、やっぱりやりたくなかったってことになりますよね。やりたくない。そんなのは、そうか。でもまた髪切る時期になったらあるんじゃないですか。もうやっぱ美容師として呼ばれるから芸人としては、ね、10億円のなんかそういうのもできるかもしれないし、高橋さん10億円好きだから。ああ、10億円の YouTube みたいな。そうそうそう、やってくれますかね。そしたらそこでね、また俺が美容師として。なんでやねん。いや、確かに。でも後藤にハマってないから。確かに。それでブルーブラック会やりたいですね。でも僕らも一応 YouTube あるんですよ。うん、この間なんか増えてたって言ってたよね。あ、そうです、そうです。1000人超えたんで動かそうかなと思って。今ネタ動画1本だけなんで、企画は1個も上げてないんですよ。じゃあ初企画、コモリギャルソンブルブル会にします。いや、もう今日してるの。遅い。それこそ相方の断髪式とかやったら。ああ、確かに増えるんじゃない。確かに。長見スポーツ狩りにしてほしいです。スポーツ狩りかどうか分かんないけど、もう断髪で、あの、送るから、はい、髪の毛を あれね、ドネーションするからさ。何センチからなんでしたっけ。30センチくらいかな。まあ大丈夫。30センチだいぶだ。ブルーブラックしたら、うん、あのシャンプーは、うん、そのなんていうんですか、色落ち弱い目のシャンプーにした方が良かったりするんですか。まあそんなには、その別に、まあいつものシャンプーで別にいいんですか。もうお客さんくれるでしょ、いいシャンプー。いや、くれないです。
ちょっと いらないっすよ、そんな。それなんかそういうことすると誰かみたいになるよ。そんな物乞いみたいなことしたくないっすよ。全く。第1話参照。イエス・アキトさんに言われちゃいますか、物乞いって。まあいい言葉だもんね、物乞い。まあ物乞いはだいぶ褒めてます。だいぶ、ね、俺も言われたいもん。はい、確かに物乞いって言われたくてやってる節あります。てか、その金属さんのやつでも、ヤスさんの話めっちゃしちゃったんですよ。何しちゃう。やっぱ好きなんで。好きなんやな。では、お楽しみに見てください、金属さんの回。てか、ヤスさん回もありますよ。え？どういうこと？ナイチンさんも、うん、あの出ます。へ、え、ぇ、ー、神保町スペシャルだったんで、いろいろ神保町の芸人出て、それがあと、ヤスさんには合ってるの？あの後とか合ってます、合ってます。全然で、まあ挨拶程度に。そうですね、挨拶程度に。あ、でも一回そのラジオでもめちゃめちゃいじって僕、うん、じゃあもういいや。ラジオでめちゃめちゃいじったのがもうここの日じゃないくらいめちゃめちゃいじったんですけど、うん、それはバレて、うん、本人に、うん、でそれ言われてヤスさんに。でもそれは全然そのなんていうんですか、懐のデカさで、懐のデカさで、もう言ってたな、はい、舞台上でそれ、舞台上でそれやろうぜみたいな感じで言ってくれました。すごいやん、はい、コツンくらいで、そうっすね。で、舞台上でもやったってことね。全身打撲です。え、で、舞台上でやった？やってないです。あれ話違う。あ、でも今月末、8月末に神保町のライブで10億円構成プログラムっていう、うん、ライブが歌われるんですよ、うん、10億円のなんか被害者になった芸人たちがなんか告発するみたいな感じのがあるんで、それに一応ヤスさん出るんで、そこでちょっと直接対決になると思います。絶対引くなよ、一本も。はい、一本も引かないです、ここで覇権を取るの、はい、吉本じゃないけど、ここで首を取れんかったら、はい、もう逆に取られるから。そうっすね、後からここで取らないと、ここで取り切って、うん、変化を楽しみな。でもヤスさんもマジで切ってほしいです。ちゃんとオールバックにしてほしいです。ヤスさんのこと取り戻してほしい。でもそのオールバックはさ、誰でもできるじゃん。逆にオールバックじゃないヤスさん見たくない。今そう違うの。ああ今はなんか普通にかっこいいヘアにしてます。普通にかっこいい。うちの相方もさ、はい、ちょっともう頭おかしいからさ、はいはいはい、その M1 トレーニングがそういえばさ、はい、あの出て、はい、その僕の出番の1個か2個後が、はい、あのナイチンゲルダンス。あ、マジですか。そうそうそう。でなんかね、つかみで、はい、なんかやっぱ前のなんかあれを使ってたの、はいはい、うちの相方が、ヤスさんいつもああいうのやるよね、なんか人のやつ使って。いいでしょ、ね、最初。いや、いいでしょ、俺もいいでしょと思ってたんだけど、後藤さんが言ってたから、そんなこと言わんでもええの。相方さんにヤスさんハマってないですね。そこから俺は30分間ヤスさんの説明をした、ちゃんとこうはこうで、いや違うんだ。30分間も、うん、やっぱ、でもだって相川さん女性なのにね。そうそう、女性受けいいのに。ヤスさんなんでだ、まあ、最終的には2人で相方とナイチンゲールダンスを踊ったけどね。え？あ、ダンス踊ったんだ。踊ったよ。めっちゃいい話っすね、うん、これで、この人切りたいなみたいないます、神保町芸人で。小田上田さんは切ったんですよね。だからあの米田2000の小さい子、はい、あの人なんか床屋やってたの。ああそうだ、美容師の資格持ってる。聞きたいなとか思う。あ、じゃあ、あ、でもちょっと誠さん、いや、ちょっと人見知りしちゃうかもしれないし。誠さんにじゃあ紹介しますよ。いや、でもなんかしかもキャラも知らないでしょとか。同じジーパン持ってる3人だし。同じジーパン、あの、僕の、そうね、小森さんが真似して、勝手に真似したやつ。
あれ、まこさんも入ってますから、じゃあまこさんに紹介します。そんな、なんかいや、僕誰かわかんないし、いいよみたいな、一番気まずい最悪やん、それ知らない、誰それそんなタイプじゃないって、え、芸歴だと何年目でしたっけ。8かな、全然怖いし、一応多分4年目ですね。そうっすね、8だと、だから9番街レトロのしゅんさんの方と同期くらいですか、うん、いや、それ7か、うん、まあでも全然俺ら7でもいい、その辺は全然京極さんの同期か、じゃあ、うん、なるほどね、じゃあ京極さんいいじゃないですか。いや、さすがに申し訳ないわ。京極さんあれか、うん、数字、ああ、数字狙いと思われちゃう。そうそうそう、なんかやらしい、向こうも思うし、それから、じゃあ、どれも数字狙いと思われたら一番いいんやつ。ああ、確かにね、なるほどね、1年目。今でもさ、もう一個ちょっとやりたいチャンネルがあってさ、はい、こうなんか坊主にするってチャンネルやりたいです。坊主にするだけのチャンネル、真っ白の部屋で、はい、僕とその人だけ、はい、こう行って坊主にする、おしゃべりもなしカオスだな、それやってくれる人いないでしょ坊主にしてもいいって人探してるの、神保町で、あ、友達でもいい、一般の、あ、なるほど、坊主にしたいっていう人いて、ああ、じゃあそれちょっと探しておきます。坊主にして人生変えたいだ、それこそマコさんとかいいんじゃないですか。いや、やばすぎでしょやりすぎでしょ、そんでそこまでしてくる、まあ、ヤスさんとかもね、坊主でいいんじゃないですか俺のためやってくれるの、その坊主にしても多分オールバックって言い続けますよ、ね、そこやったら芸人やん、芸人感じるよね坊主にして、もうこの間のそのなんだっけ、はい、YouTube 上げて、はい、ファンの方なんだっけ、エッチな、あ、はいはい、お姉さん、はい、エッチなお姉さん、まあ、あの、そのサムネとか YouTube リンクとかのストーリーに載せるからさ、あ、はいはいはい、そしたらなんか、はい、グーみたいな、あ、はいはい、スケベ姉さんのグーが、スケベ姉さん、いや、いいけど、はい、捨ててくださいだからその、OK だった、大丈夫よ、そこまで、あ、なるほどね、いいよ、どんどんやっちゃってんスケベいじり OK でした、スケベいじりは分かんないんだよ、スケベはそれからキリに来てるんですか言い方、いやいや、スケベじゃないから、まずファッションがちょっと派手というか、まあスケベ出したりとかってことで、はい、スケベではないか、モラルある、うん、方、まあ、通ってるんですか、でもそれからは来てないかも、あ、そうなの、来れなくなっちゃったんじゃないですか来れなくて、ね、全然明るい方だし、はあ、うん、ちゃんと多分条件も来てるでしょ、多分見に来て、どうなんですかね、うん、ダメやん、来ない話違う、押しちゃダメなことなんですよ逆にこういうファンとか他はいるの、なんかそのこういう人いるとかは、いや、もうね、出待ちがないんで、わかんないんだ、もうデビューがコロナ禍だったんで、コロナデビューね、はい、だから、そのスケベな人も、うん、ラジオに、うん、なんか、スケベ、うん、え、ラジオでラジオでスケベ、あ、なんか劇場の前にめっちゃスケベな格好の人いたなみたいな、ラジオで話してたら、うん、そのラジオ聞いてた人で、それが、うん、で、自分らのファンって知らなくて、それ、スケベな、はい、ただの、で、てか劇場入る人とも思ってなくて、うん、ただのスケベが歩いてると思って、関係ないですけど妖怪みたいなスケベいたなって話してた、それが劇場の開場時間を待ってた人で、うん、で、しかも僕らのことを見てた人で、うん、で、ラジオ聞いてたから、そのスケベ私ですみたいな感じで、あの、メール、レター機能で来て、うん、それでスケベって呼んで、てか、だからそういうのがあるからその人は知ってるけど、うん、そんな気づきないか、あんまり、そうですね、印象に残るような、うん、お客さん対応みたいなしたことないから、うん、わかんないです、なんかでも10億円のファンってみんななんか、はい、スケベで会ってほしいよな水着ライブとかやったら客席全員水着縛り、あ、いいっすね、嫌じゃないし、そのなんか俺らも、はい、芸人から見ても、いや、僕はもうスケベであればあるほどいいっすよ、いいでしょ、もちろん
なんかその大人のスケベみたいな感じで、はい、色気というか16円ってやっぱ色気あるから16円は、うん、マジですか、うん、でも一応主催ライブの時は最前列はなんかおっぱい席って呼んでてラジオとかでおっぱい出して来てくださいっては言ってるんですけど、誰も出さないんですよね。え、それは全然話違うじゃん。うん、そうだから本当にいらないファンです。最前列でおっぱい出さない。あ、ファンじゃん。はい。いいよ、なんか水着ライブやってほしいよマジで。水着ライブいいっすね確かに、うん。僕らは普通にスーツで。最悪。客席水着で。自分ら見るだけ。でも。まあ、男性の人結構多いんですよ、僕ら主催ライブやるとありがたいことに、まあ、男はスーツでいいよね。男は全然スーツで、男はスーツで、女性は水着、手も見たくないです、男の皮膚全隠し、はい、長袖、手袋で邪魔くさいんで漫才の邪魔になるもん、はい、ブレます、漫才が。女性は、はい、極力、はい、生地の薄い水着、はい、出せるだけ出して何で一回オールバックにしようとしたんですかちょっと試しました、オールバック、いけるかな今日トークライブ、今日トークライブです。トークライブの時ってさ、はい、どんな感じ、なんか決めてる自分の中で。一応だから今日はブルーブラックの話で1時間行こうかなってやめて、せっかくなんで。いや、トークライブ初めてやるんですよ、主催。今月から2人だけ、2人だけで前半やって、うん、後半はゲスト呼んでみたいな、うん、ゲストだ。今回第1回のゲストは駆け落ちっていう1年目の子たちです。1年目なんだ。はい、去年まで養成所行って。なんでそんな子を呼んだの。いや、なんかめっちゃその面白そうなんで、あのめっちゃ、わかります、めっちゃマッチョなやつと、トリオなんですけど、うんうん、めっちゃマッチョなやつとロン毛で汚らしいやつとおしゃれなやつっていう三者三様の3人ともキャラが強いっていうトリオで、うん、それ考えてやってるのかな。考えてなさそう。いや、考えてやって、その、やっぱキャラモンで集まってみたいな、うん、すごいな。やっぱおしゃれなやつ、一番多分キャラ強い、ね、そっちが邪魔やな、全員喧嘩してるもんねちょ、引き立てろよ。で、写真とか宣材とか見てほしいんですけど、そのトリオの真ん中が、そのロン毛に赤眼鏡の汚らしいやつなんですけど、そいつが未成年なんですよ。めっちゃ若いんだ。めっちゃおじさんに見えるんですけど、未成年、そんなのちょっと気になるんで、気になる知らない人を掘り下げるみたいなのが、うん、やっぱ楽しいじゃないですか。それをちょっとやりたくて、ぜひいつかねえオールバックオールバックだけど、前髪上げたらどんな感じな上げたら本当はかっこいいんだろ実は。いやいや、やばいっすよ。僕できるだけ顔隠したいんですから。そう、じゃあまあこのぐらいして染めるわ。はい、あ、カットはこれで終わりですか。まあちょっと一旦写真の、はい、なんか言った。いや全然ね、ちょっと短めでいいって言ったんだもんね。極端に短い。極端ではないよ、これぐらいはあるよ全然。考えられない。理の外、断りの外にあります法外な短さだいや、法はないよ。短いに、どんだけ短くても法を犯してないから、犯さない。これ配信あるライブ出れないんじゃないこれ女性やったら泣いてる。大丈夫かな。よっしゃ、これでブルーブラックですか、ついに。どういうつもり、どういうつもりじゃなくて人の髪で遊ぶなよさあ、なんか手を振るよ